本日のパソコン入門機器は12月27日調べになってます。年末年始より開催されているキャンペーン価格ではないので、年末年始の初売りには安いものがもっとあるので、皆さんはよく商品を調べて購入することをお勧めします。あくまでキャンペーンなしでのお勧め商品だよ。鬼滅アンチあるある作ったせいで炎上するのではないかとビクビクしております。ゆっくり霊夢です。でもあれは実話だから仕方ない。まあ霊夢さんには戦国バサラがお似合いですよ。ということで本日は解説動画。ですが今回はテンスラではありません。再生数2回おめでとう。よ、テンスラあやかり投稿者。悲しいこと言うな。いいんですよ。再生数少なくても霊夢さん PC の話するの好きだから。ということで今回はさっさと本題いきますよ。本日のタイトルは、ゲーミング PC 入門機器考えてみた。最近ツイッターで私に PC 買うためにいろいろ聞いてきた人がいましてですね、いろいろアドバイスしたんですが、それが楽しくて動画にしたという感じですね。でも霊夢さんも別に詳しいわけじゃないのに。そう、私も自分の好きなメーカーには詳しいが、それ以外には疎い。だから泣きながら勉強したよ。実際は楽しんでました。ただやっぱ好きなメーカーを仕上げちゃうから、こんなメーカーのパソコンいいよとか、このキーボード安くて使いやすいよとかの意見は受け付けてません。今のは受け付ける流れだっただろ。おすすめのメーカーあったらコメントしてね。ということで今回は私がちょっとは知ってるメーカーメインで話していくね。この動画はガチ勢の解説ではないので、アホな解説してたら目をつむってね。ではでは本日の内容は、パソコン、モニター、キーボード、マウスの4つを解説していくよ。その中でもお金に余裕がない人用とちょっとだけ余裕がある人用に紹介していくよ。お金持ちは自作パソコンでもしときなさい。お金持ちに厳しいチャンネル。本日は BTO パソコンメーカーの私が以前購入したパソコン工房さんのパソコンを紹介していくよ。まずは予算が少ない人ででもゲームが快適にできる PC から。お、5万くらいで買える？メルカリで騙されてきてください。まずはこちら。まず値段が税込みで14万4800円です。10万円から12万円とかでゲーミング PC 買おうと思ってる人、ほぼ確実に性能不足だからね。もし性能不足じゃなくても近いうちにスペック不足になるね。ということでこちらは CPU にインテルコア i5 の12世代で、1世代前だけどゲームするなら全然問題ないよ。そしてゲームに欠かせないグラボ。ゲームメインの人には説明しといた方がいいと思うから説明するけど、グラボ、正式にはグラフィックボード。グラボの性能が良ければ良いほどゲームの操作がヌルヌルなって、もしこの性能が低ければ正直に言うと PS を買った方がゲームするだけならいいっていうレベルになるよ。そしてそのグラボだけど私が使ってる PC と同じ性能だから、ゲームは普通に快適にできるレベルだよ。編集や配信も全然できるしね。業務用に使ってすげーバンバングラボ酷使しないなら全然使えるよ。メモリも 16GB あるから普通に使う分にはいけるよ。ただ注意点はゲームいっぱいインストールする人は容量が 500GB しかないから、買った後に HDD でもせめて買った方がいいと思うよ。まあコスパ的にはいい感じだから予算余裕ない人はこれおすすめだぜ。余裕ある人、続いてこちらはちょっと高いんだけど、まあでも22万くらいはミドルくらいだな。そうだね。ただこちらの性能は、CPU にライゼン 75700X ですね。こちらはさっきの CPU よりもコア数が8コア16スレッドになってまして、さっきのやつよりも2コア多くなってるので編集とかの作業の快適さが高くなる感じですね。まあさっきよりもいいけどやっぱこれはグラボだよな。そうそう、こちらはグラボが良くなってて、RTX 3070になってるので相当ゲーム性能が上がってるよ。もしお金余裕あるなら CPU よりもグラボの性能上げようね。ちなみに容量も1テラに増えて十分な量になってってるよ。ちなみに一つ欠点挙げるとするなら、電源が 700W の弱々だから、できれば800から850に上げたいね。ちょっとこのスペックにはスペックが足りてない感じしますね。番外編、なんかめっちゃいいの見つけちゃった。これはドスパラさんだな。私は CPU はインテル派なのでこの i7 12世代おすすめしてるよ。こいつの実績一つ挙げるとするなら、編集中の重い作業の一つに早送りがあるんですけど、こいつは16倍速でも編集画面が固まることなかったよ。その情報誰がわかるんだよ。まあ前使ってた第9世代の i5 じゃありえなかったです。それにグラボが 3070Ti になってるので、さっきのよりもゲーム性能も上がってるよ。ライブ配信、動画編集とかの作業するならこれくらいあると安心だね。そしてそれ以下の性能の PC しか持ってない霊夢氏。うるせえ高いんだよ。これも電源が 750W しかないからさっき言った電力まで上げたい。 BTO だからそこら辺はやっぱギリギリだよな。続いてはパソコンの次に大切なモニターだよ。マジでマジで余裕がない人、相当おすすめしてないなこれ。まず最初に一言、いやこの安さはなるって。とりあえずモニター選びで必要な点を押さえましょう。まずゲームするならリフレッシュレート、これですね。もうここで矛盾してるんですよ。なんで商品画面には 165Hz なのに説明では 144Hz なんだよ。この数値ですけど、今まで紹介した PC は大抵のゲームで 144fps 以上出るような商品をおすすめしたんですよ。ただしモニターがそのスペックに追いつかなかったらどうなると思います？そうです、私たちの視覚に出てくるのはそれ以下のリフレッシュレートなんです。だから 144fps 出てるのにモニターが 60Hz なら 60fps しか出てないんですよ。つまり高いリフレッシュレートのカット系って話だな。そこでこの矛盾おかしくないですか？早口すぎて何言ってるのかわからんわ。ちなみにこのモニター安いしリフレッシュレートも高いけど、 VA パネルだからその分ゲームに向いてないよ。もしゲームもアニメ鑑賞もしたいなら次に紹介するモニターの方式がおすすめだよ。わざわざサブモニター買うならそもそもいいのかえって話なんだよな。この人みたいになりたくないなら、メインモニターケチったせいでサブモニターでアニメ見てる人です。あともう一つ問題があって、買ってないからわからないけど、もしかしたらモニターアームつけるネジ穴ない可能性あ
るんだよね。モニターアームはマジで便利だからいつか使うことになる可能性考えたら一応ある方がいいと思うんだ。私の一押し、買おうかなって思ってるモニターです。買ってから解説して欲しかった。とりあえずこちらリフレッシュレート 165Hz です。144でいいですね。いや別にいいだろ。そしてこちらおすすめする理由が、私BenQ以外でモニター買ったことないんで。こいつモニターの解説向いてないわ。あとこの内蔵スピーカー、モニターの内蔵スピーカー大抵ゴミなんで期待しない方がいいよ。え？おすすめなんだよね。本当におすすめなんだよね。ということでマイナスなことしか言ってないですが、まずリフレッシュレートは普通に 165Hz なんでいいです。本当の表記はこうですよね。さっきのやつはサビか？あ、騙されたわけじゃないのになんでここまで言えるんだよ。そして IPS パネルなので画質もいいですね。IPS って何ってなってる人、黙って IPS にすればいいんだよ。うちのチャンネル怖すぎるんだけど。ただの私のおすすめだから、リフレッシュレート高くて、IPS パネルの使うといいよってことだけ覚えといてね。続いて実は主にはあんまりこだわりのないマウスだよ。そのくせに1万後半のそこそこのマウス使ってるのな。ではまず最初買うならこれ、メーカーはマウス界の頂点ロジクールさんだよ。ロジクールのマウスはセンサーが優秀で有名ですよね。そう、そして私はこのマウスの優先を持ってるんですけど、マウス買いたい人で線あることにこだわりある人以外は全員無線にしましょう。無線にすることで線へのストレスもなくなるし、何より机の上がスッキリして気持ちいいですよ。あとこのマウス同じ形のマウス使ってましたが、見た目だけだと大きく感じるんですけど、使ってみると手にフィットするので使い心地もいいですよ。まあ手の大きさは人それぞれだけどな。あとマウスとかって触ってるとどんどん汚くなるんですけど、このマウス手の指紋がつきづらい感じするから、普通にこの安さでも全然おすすめできるマウスだよ。お値段は4600円と高そうに見えますけど、ゲーミングマウスの中ならかなり安い方だよ。お金に余裕があるならおすすめはこれ。これも同じくロジクールだな。こいつは現在私のメインマウスとして活躍してるんですけど、こいつの一押しの軽いところは全く体感わからないんですけど。わからんのかい。キーマウでゲームするならわかるのかもしれないけど、私パッド勢なので。贅沢なパッド勢だ。こいつのおすすめポイントはまず圧倒的無線、そしてバッテリーの持ちがめちゃくちゃいいので、充電忘れてても相当充電忘れてない限り切れないよ。あとは軽さも売りだな。色も4色あるのでゲームキーマウでガチりたい人におすすめできるマウスだよ。おすすめじゃないです。変、誰得ですか。最近私が気になってるマウスくんですね。メーカーはエクストリファイです。穴ぼこになってて特徴的ですね。てかレイムさん、どうしました。これ優先じゃね。あったりこの人に重人格か。さっきまであんなに無線がいいって言ってた人なのに怖いわ。だからおすすめじゃないって言ったでしょ。こいつの特徴言いましょうか。優先で線邪魔、マイナーメーカー、穴ぼこで掃除しづらい、普通に優先なのに高い。いいところないじゃねえか。だがしかし、それを吹き飛ばすデザイン性、私はこのレトロ感と穴ぼこ感、そしてこのエクストリファイというメーカー名に惹かれました。このメーカーデザインいいの多いから見てみるのもいいと思うぜ。では最後にキーボードです。キーボードの安くて使えるのはこちら。これはどこのメーカーだ。ゲーミングデバイス二大巨頭と言われてるレイザーですね。もう一つはロジクールです。こちらのブラック移動と言われるキーボード、なんと1万円切りでメカニカルなんです。ここでキーボード初心者の方に簡単に説明すると、キーボードにはメカニカルとメンブレンの2種類がありまして、ゲームするならメカニカルを買う方がいいですね。ちなみにさっきのマウス同様このキーボードも優秀だから、これ買っても全然使えるよ。あとここ見てほしいんだけど、英語配列と日本語配列があって、簡単に違い言うと日本語配列はよく見るタイプのだけど、英語配列はエンターが小さくなってスペースが大きくなってる感じだよ。私らは日本語おすすめだけど別に好きなの買うといいぜ。ブラック移動にも違いあるからよくよく調べてね。こちら入門におすすめのキーボードです。そしてガツンと値段は上がりますが、私が心の底からおすすめするキーボードがこちら、ロジクール G913 の10キーレスタイプです。正直かなりおすすめです。ちなみにどのあたりがおすすめなんだ。いろいろあるんですけど、まずこちら見てください。あれ、ゲーミングキーボードなのに薄いですね。そうなんです。なんだゲーミングっぽくないじゃんって思ったそこの君、こいつヤバいくらい押し心地いいんだよ。押し心地の良さはこの薄さでもメカニカルってところにありますね。一回量販店とかで触ってみてほしい。それに薄いのに重さがあるから簡単に動かないのもおすすめだよ。まあその分値段も張ってしまうがな。ではでは最後にまとめていこう。まずメインのパソコンはこれでいいと思う。ゲームする分にはこれくらいでちょうどいい。ただモニターは頑張ってこれくらいの買っといた方がいいと思うよ。マウスはこの4600円の G304 で全然使えるね。キーボードもレーザーのブラック移動でゲーミングを名乗ることはできるよ。ということで他にも周辺機器いるものあるけど、必要なもの4つだけ集めた結果、19万6500円という結果になったよ。逆にこれ以上抑えると快適さを失ってしまうから、これくらいをラインにみんなも PC 選んでみてね。私もこれからいろんなデバイス触って皆さんに確実な情報をお届けできるように頑張るね。ではでは、あとこのモニター普通に欲しいからみんな私の住所に送ってね。住所公開してないんだわ。概要欄に今回紹介した商品のページと住所貼るんで、もし気になったら覗いてみてね。